ではお待たせしました。開かずの間を開けるところの選択肢ね。ここでいよいよ開けようか。仕方ないわね。開かずの間を開けましょう。こっちを選択します。入れるかな。遺言だなんだって意固地になってる場合じゃないですよね。私は答えた。捜査に協力しましょう。その時の田所さんは一体どんな顔をしていたんだろう。ごめんね、田所さん。でも今はこうするしかないの。感謝するよ。千田警部が言った。では早速あの扉を開けさせてもらおう。少々手洗い方法を使うが勘弁願いたい。そう言うと警部は談話室から出て行った。私は自分の下した決定に苦しんでいた。あの開かずの間をこんな形で他人の手に委ねてしまったこと、果たしてこれで良かったのだろうか。野々宮最後の聖地に見ず知らずの人間が土足で踏み込もうとしている。私はまるで自分自身がこの図書館であるかのように考えていた。銀杏君、ありがとう。田所さんが私の気持ちを察して優しく声をかけてくれた。僕には言えなかったからね。私には返す言葉が見つからなかった。そんな重苦しい雰囲気を察してか、虹が明るく切り出した。銀杏、もうちょっと考えてみないか？何を？僕たちで犯人を突き止めようってことだよ。今までそうやって切り抜けてきたじゃないか。私はうつろに虹を見た。虹がニコッと笑う。そうだ。まずは考えることから全ては始まるはずだ。私は力強くうなずくとソファーに腰を下ろした。で、銀杏はどう考えるの？私は、これも前に出た選択肢と同じね。上2つは間違ってるので、この下に行こうか。別々の人間による独立した2つの殺人説を唱えた。いや、こっちにしよう。単独犯説を唱えた。こっちにします。単独犯ね。私は答えた。すべては一冊の医学書をめぐって起こした一人の人間による連続殺人。こう考えるのは自然だと思うわ。どうしてそうなるの？ さっき二人いるって言ったじゃんね。虹 が効く。考えてみてよ。こんな狭い洋館で同じ時間帯に二人の人間が殺された。連続殺人と考えるのが普通よ。それじゃあ、銀杏。ん？ズバリ、犯人は誰だ？私は米川さんが怪しいと思う。正直に答えた。彼は三条さんと古くからの顔見知りだった。その縁は山上教授時代からのものだったのよ。三条さんは米川の重大な弱みを握っていたと思うの。確信はない。ただ、15年前の殺人事件と何か関係があるような気がしてならなかった。米川さんの重大な弱みって、その15年前の山上教授殺人事件絡みかな？そうでしょうね。それじゃあ、東社長の方は？あの強欲な米川のことだもの。東社長にも仕事上の弱みを握られていたんでしょ
仕事絡みね。とにかく順序はわからないけど、違う手口で二人を次々と殺したのよ。とここまで言い切ったものの、相変わらず自信はなかった。これではただの憶測だ。でも辻褄が合わないよね。二条が強い口調で言った。だって自ら東社長と同室になってるんだよ。私がやりましたって言ってるようなもんじゃないか。もっともだと私は思った。それに三条さんだ。寝ているところを枕で窒息死させてから死体を移動させている。それなのになんで社長の時だけ手を血だらけにして銀杏のところへ走ってきたの。そうだね、確かに手口が違いすぎる。考え込んでいた田所さんが顔を上げた。同一人物の犯行とは思えないね。僕も気になっていたんだけど、米川さんのあの慌てようは演技じゃない感じがするんだ。確かに田所さんの言う通りだ。それは自分が一番よく知っている。来た来た。ドアの音に振り向くと、戸口に千田警部が仁王立ちしていた。探偵ごっこはそこまでだ。君たちの推理はドア越しに興味深く聞かせてもらったよ。この人は敵か味方かさっぱりわからない。さあ食堂の方へに戻ろうか。食堂には見張りの警官がいるためか、誰も口を開こうとはしなかった。開かずの間開けたのかな。階段を上り下りするパタパタという音だけが聞こえてくる。相当の数の警官が開かずの間を開けるために動いているらしい。松井さん、どうやってあの頑丈な扉を開けるつもりなんですか。私は松井刑事なら聞き出せるかと思い声をかけた。さっきガスバーナーを持った連中が上に向かっていったよ。ガスバーナーと荒々しい。でもまあ開けるならそうだよね。こじ開けるつもりね。米川は窓際でせわしなくタバコを吸っている。はるかは具合が悪そうにずっとうつむいたままだ。島岡は、あれ？どこにいるのかしら。いきなりドアが大きな音を立てて開け放たれた。そしてずかずかと千田警部が部屋に入ってきた。その剣幕に圧倒されている私たちを尻目に、米川の前まで突き進んだ。島岡氏が口を割ったよ。電話制約が本を必死に探している理由をね。島岡氏連れて行かれていた。島岡がドアの外から縮こまってこちらを覗き込んでいる。米川は唖然としていたが、何か言おうとして口を開きかけた。しかしそれを塞ぎ込むように警部は言葉を続けた。ここの3階の部屋から例の医学書も押収した。ああ出てきたのね。でもどうして3階にあったんだろう。米川、お前らと山上教授との黒い関係が暴かれるのも時間の問題だな。千田警部、お電話が入ってます。その時松井刑事が部屋に入ってきた。次の瞬間、米川は急に体を翻すと松井刑事に体当たりを食らわした。小柄な体がものの見事に吹っ飛ぶ。
そして刑事の腰から素早くリボルバーを抜き取ると、銃口を頸部に向けた。私は何もできなかった。とっさに米川に飛びかかった。これは死んじまいそうだな。何もできなかったにしよう。体をぐっと硬直させる。情けないが仕方がない。その時、自分の横をかすめて誰かが米川に飛びかかった。次の瞬間、銃声が響き、人が床に倒れた。床がみるみる赤く染められていった。ほぼ同時に、千田警部と鬼村が米川に飛びかかる。米川は鬼村の大きな体の下に押しつぶされた。押しつぶさた。救急車、誰か早く。虹尾が叫んだ。その声でハッと我に返る。誰が飛び出したんだこれ。床に倒れていたのは、なんと遥だった。彼女ね。また、私は虹尾と一緒に遥に駆け寄っていた。遥さん、大丈夫ですか？しっかりして。抱き起こして私の腕にはべっとりと血がまとわりついた。怒号で騒然とした室内。遥が何かを伝えようとしている。私は彼女の顔に耳を近づけた。お母さんに伝えて。ありがとうって。そう言うとがくりと頭を垂れた。はるかは私の腕の中で息を引き取った。はるかさん、死ぬな。虹尾が崩れ落ちた。私はぐるぐる回る部屋の中でただはるかを抱えていることしかできなかった。殺人の容疑で現行犯逮捕されて米川は、その後、三女の殺害も自供した。すべては天和製薬と生前の山上教授との関係に遡る。当時、新薬開発に力を入れていた天和製薬は、山上教授にかなりの裏献金を送っていたらしい。その見返りとして、山上教授は違法行為による医学情報を渡していたのだ。医師としての権威のあった山上教授だが、実は違法行為を行っていたのだ。自分の患者に処方とは違う薬を投与してデータを集めており、それは人体実験すれすれの行為であったと言えよう。神経解剖学大全に書き込まれていたのは、そういった医学実験の他に彼らの黒い癒着のすべても記されていたのだ。本が存在する限り、いつ世間にその事実が明るみになるかが気が気ではない。教授の死後、東社長と米川が本を必死に探した理由はここにあった。一方、三条助教授は本に書かれてあるとされていた医学情報を自分の医学論文、そして教授選挙に利用しようと狙っていた。しかし、虚言癖のある彼女が山上夫婦を殺した犯人を偶然にも言い当てたため、東と米川に命を狙われたのだった。そう、東と米川こそ教授夫婦を殺害した張本人だったのである。三条殺しの手口はこうだ。みんなの就寝後、米川が彼女の部屋に向かう。鍵はかかっていなかったので中に侵入。寝ている彼女の頭部を枕で押さえつけ窒息死させた。その後、
彼女の死体を床に転がす。そして彼女のバッグから常備薬を散乱させ、心臓麻痺によるショック死に見せかけたというわけだ。社長殺しに関しては米川は無実を訴えているらしいが、自白するのは時間の問題だろう。遥を銃で撃ったことに関しては現行犯、山上教授を殺害した件も15年の歳月が流れているとはいえ時効直前で発覚。米川は死刑を免れないだろうというのがもっぱらの見方だ。なあ銀南、遥さんのお母さんのことなんだけど。太田綾乃さんね。そう、彼女遥さんの死を知ることもなく息を引き取ったそうだよ。それでよかったんじゃないかしら。天国で今頃ばったり会って驚いてるわよきっと。綾乃さんが娘に託したかったあの本って一体何だったのかな。本が出てこないんだものね。結局分からずじまいだわ。え、本は結局出てこなかったの？そう、開かずの間は開け放たれたが本は結局見つからなかった。犯人を逮捕するため千田警部が危険を聞かした嘘、本が見つかったは見事に功を奏した。また嘘か。米川は思惑通り追い詰められた。しかし皮肉にもそれが遥の命を奪ってしまったわけだ。罪もないのに事件に巻き込まれて殺されてしまった遥。とっさに米川に飛びかかった彼女の純粋さが痛いほど伝わってきた。みんなが命を投げ出してまで必死に探し合った本、私の前にはその姿を現してくれなかった。事件は解決したのに一体誰の心が癒されたというのだろうか。感謝の言葉。続く。開かずの扉を開けることにしてこっちの選択肢まで戻ってきました。先ほど単独犯人説にしたんですけども、やっぱりこっちね、3番目、別々の人間による独立した2つの殺人説を唱えた、こちらを選択します。そうなの？なんだか大胆な推理だね。虹雄が驚いて言った。いえ、ちっとも大胆なんかじゃないわ。私には自信があった。まず社長は頭部を花瓶で割られている。当たりどころが悪くて死んでしまったけど、確実性のある殺し方だと思う？じゃあ殺す気はなかったと？それはわからない。けど計画性があるとは思えないのよ。死体もそのまま放置しているし。まあね。ちょっと考えてから事情がまた口を開く。さっきの別々の犯人ってのはそれとどうつながるって言うんだよ。要するに社長殺しは計画性がないけど三女殺しは計画性があるということなのよ。だから動機がそれぞれ違うって言いたいのか？そう、動機が異なるなら犯人が異なっているということだわ。私はさらに説明を加える。三条さんだけど寝ているところに枕を押し付けて窒息死させているわよね。しかもその後枕をひっくり返してシーツを整えて死体まで移動させている。その上犯人は腎臓の弱いことを知っていて薬の小細工までしてるね。そう、バッグの中の薬をご丁寧にもばらまいているのだ。
三両さん殺しの犯人と比べるとかなり目的意識を感じるのよ。それじゃあ銀杏くん、東社長と三条さん、それぞれを殺した犯人がわかる？犯人は2人いる。東社長、三条を殺した犯人はそれぞれ、またこの選択肢ね。で、選択をします。ここはもう一択です。はるか米川だ。これを選択します。私の答えに虹が目を丸くした。はるかさんが社長殺しの犯人だって？最後まで私の話を聞いてよ。まずね、大前提として言えば、米川さんは東社長を殺してない。どうして言い切れるんだ？米川さんが私の部屋に来た時よ、彼の取り乱し方はどう見ても尋常じゃなかった。それも演技じゃないのか？だとしたら彼は演技師を総なめだわ。どんなに必死でもあれは演技じゃないと私には言い切れるわ。まあ確かにあの場面で演技なんてできないかもね。それに同じ部屋を選んでおいて殺すなんてとても計画的とは思えないのよ。ふんふんと虹尾が鼻を鳴らした。でも他はどうかな。島岡運転手なんて東社長に恨みを持っていたのかも。それはないと思う。田所さんが答えた。島岡さんは1階にいたんだ。僕、階段に近い秘書室にはいたんだけど、誰かが階段を上がった気配はなかったよ。本当？本当だ。あの階段を誰かが登ったら、ギシギシきしむからね。ということで、私が口を挟んだ。島岡の可能性は消える。でも、太田遥だって条件同じはずじゃないか？ところが違うのよ。部屋の位置関係を考えてみて。部屋の位置関係？二人が同時に顔を見合わせた。実はね、東社長と三条さんの部屋のドアが両方同時に観察できる部屋があるの。東社長と三条さんの部屋を？再び同時に声を上げる。わかった。今度は虹を一人だ。太田遥の部屋だね。虹の大声にシーッと私は口に人差し指を当てた。あの部屋からならば鍵穴を覗けば社長の部屋を監視できる。隣の部屋で寝ている三条さんの動きだってよくわかるでしょう。私は小声でそう言った。それじゃあ、二条が言った。はるかさんは、米川が三条さんの部屋に入るところを見ていたということだね。それから一人でいるはずの東社長の部屋へ行き、ノックをして入ったのよ。ちょっと待って、銀杏。でも、はるかさんには動機があるのか？鍵になる例の本が見つからないから、あくまで推測なんだけどね。はるかと社長をどこかでつなぐ線があるはずなのよ。その時、私の頭にふとよぎる考えがあった。15年前に遡って考えてみましょうか。東社長は山上教授とは親友。その教授の下で働いていた家政婦が綾乃さん。そしてその綾乃さんの娘が遥か。そうだね。加えて
山上教授殺人事件の第一発見者は綾乃さん。虹尾がうなずく。実は、東社長が綾乃さんのある秘密を握っていたとは考えられないかしら。どういうこと？つまり、私の背筋に悪寒が走った。綾乃さんが、山上教授殺人事件の真犯人。大胆な言葉なのは分かっていた。二人は凍りついたように私を見つめていた。まさか。田所さんが絶句した。東社長はもちろん、娘の遥香も、幼いながらにしてそれを知っていた。母は殺人犯であるということを。東社長は、それをネタに、綾乃さんをゆすっていたってことか？死期の近い母の名誉を守るために、娘が殺人を犯したということね。みんなが一瞬、沈黙した。そして一方で、同じ時間に米川が三条さんを殺害したってわけかい？虹尾の問いで、話は米川へと移った。そうね。彼の動機は、三条さんが電話制約の秘密を握っていたからでしょう。みんな秘密だらけだ。田所さんが吐き捨てるように言ったが、私は話を続けた。首尾よく仕事を片付けて、部屋に戻った米川が見たものは、殺されている東社長。さすがの米川も訳が分からず、半狂乱になったというわけか。何やら考えている田所さんに私は聞く。田所さん、私の考えはどうですか？母親の名誉のための殺人ね。田所さんがうつむいたまま言った。娘の遥香が母親を思って勝手にそうしたとしたら、調べる方法はたったの一つ。方法って？太田綾乃さんに話を聞くんだよ。なるほど。遥香さんの動機の裏を取るんだね。虹尾が顔を輝かせた。だけど、田所さん、私は言った。こんな監視されてる状態じゃ、連絡のつけようがないわよ。すると、虹尾が言った。携帯電話で隠れて電話すれば。ここ、圏外でしょ？じゃあ、携帯からメールを打つとか。同じでしょ？携帯だったら。伝書鳩。どこにいるのよ、もう。来た来た。失礼するよ。千田警部は顔を覗かせた。探偵ごっこは終わったかい？探偵ごっこだなんて。ドア越しに会話が聞こえてくるもんでね。結構皮肉屋なのね、と思う。警部、お願いがあります。田所さんがおもむろに言った。太田綾乃さんに電話をしたいんです。それが聞こえたんで入ってきたんですがね。太田綾乃は入院中で。警部は腕組みをしながら答えた。しかし、どこか歯切れが悪い。いや、もちろん、警察も病院に行ってはいるんですが、実は、彼女は、何ですか？遥香さんには言いにくいんだが、どうも容態が良くないらしい。というか、あと一日持つかどうかだそうだ。
なんだって？虹が叫んだ。そんな、はるかさん病院に行かせてあげなきゃダメじゃないか。もちろんそうするつもりだ。ただ、彼女一人だけ解放というわけにもいかんのだ。珍しく、バズの悪そうな表情を見せた。タイミングを見計らって彼女を返す。本当ですね。私が念を押すと、千田警部もうなずきながら言った。こっちだって、大田綾乃の事情聴取ができずにイラついているんだ。病院側から許可が下りなくてね。こんな時に事情聴取も何もないだろう。虹雄が千田警部に食ってかかる。千田警部、それならば、なおさら一本の電話でことが済むじゃないですか。田所さんが言った。はるかさんに電話で連絡を入れさせてあげるんです。そして電話をはるかさんに取り次ぐときに、綾乃さんから聞き出すんです。警察じゃ彼女に事情聴取できないんでしょ？千田警部がはっと顔を上げた。なるほど。ただし、取り次ぎ役は銀南君にお願いします。彼女になら、綾乃さんも話してくれると思いますので。田所さんはそう言って私を見た。いいでしょう。ただし、質問内容は事前に打ち合わせたもので短めに。それから、会話はすべて録音させてもらいますよ。私と田所さんは顔を見合わせた。わかりました。よし、それじゃあ早速準備にかかろう。そう言ってせわしなく部屋を出ていく。警部、準備完了です。松井刑事がヘッドホンをセットしながら言った。